シュリヒフィナンシャル・インシュアランス・カンパニー、トップ CEO、トーマス・ジェームズ・ホワイト。えー、あなたは、えー、クレバーな、えー、軍人です。そしてアメリカをとても大切にしております。あなたはアメリカ人ですもんね。そして、えー、小室圭があなた方の国に必要か必要ありませんよね。えー、彼の経歴わかってますか、えー、彼の周辺トラブルわかってますか そして、お金を窃盗横をして、アメリカのヒューストンに逃げていった、信越科学工業の、えー、トップ CEO、安彦斎藤。あなたもよく分かってる人です、えー。この人が何をやってきたのか、あなたもよく分かってますよね。うんえー、いらない人は、どうぞ日本に追い返してください。返品してください。えー、私は損保ジャパンに請求をかけますよ。 あなた方が払えば、えー、あなた方に1580億の債権が転がり込みます。そして、えー、それに対して、えー、おそらく対抗手段としては、あなた方のニューヨークのパーク・アベニュー沿いのブロックリンの三井,、えー、三井不動産の、えー、ホーンテッドマンションです。<laughs> えー、あなたにチャンスをあげます、えー。私に払ってください。あなたはそれ得意じゃないですか。やってください。 えー、私の裁判隊、山本律孝がおりますけど、ダメです、この人間。あなたが、えー、チェンジ、人をチェンジするかなんかした方がいいです。私は休眠事務からお金を回収します。そして私に払わせます。そうじゃないと、別の人間じゃあなた方は回収できない。トラブルだ,だけ。没収されるの。三井が圧勝するの、その時に。わかってますかうん。原田康はあなた方の 孫保リスクマネージメントの社長だから。石塚千明は軽装人だから。無権代理人。代理行為できないから。法律をねじ曲げてやっても、あなたは結局敗訴になる。真剣な勝負は、そこから始まってしまう。まあ私は本人です。ちゃんとお支払いしたらどうでしょう。えー、小室圏なんかは何も役に立ちません。それから、この国に、えー、 なんかそういう腹の立った天才だったんなら、小室系に与えたらいいです。えー、あの人間は、えー、何も使い物にならなくて、人のお金を窃盗して生きてきた人間です。KDDI プリシード。小室正です。あなたもよくわかってると思いますけど。あなたはクレバーな人だ。軍人ですからね。以上、本物の模擬直子でした。